お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの、クラウンとスケルトン兄弟ファイアスピリットを解き放とうという、チャレンジがね来てますというところで、まあお互いのこう陣地から無限にファイスピが出てくるチャレンジですね。でこれやったんですけど、個人的にちょっと苦手と言いますか、なんかむずくねーと思いながらも、ちょっとデッキ考えたんでね、まだクリアしてないよって方は、ここにウルトラレア宝箱もあるんで、ぜひね、挑戦してみてくださいというか、参考になればいいかなと、思いますというところで、今回なんですけど、ファイヤースピリットが、超大量に出てきますと、いう部分で、こう、小物ですね、複数のユニット、コウモリであったり、サンガゴとか、スケルトンドラゴンとか、ガゴムレとか、こんな感じの複数系のユニットは、今回すごい活躍しないですね。なので、使うとしたら、ベビとか、ダックプリとか、結構カウントじゃない、単体系のね、ユニットがすごい活躍、やべえ、今日全然喋れねえ、カミカミなんですけど、そんな感じでね、組んだのがこれですね。で、ファイスピがこう、4体とか、5体とか途中同時に出てくるので、それに対して、すごいプリンセスであったり、ボンバーとか、吹き矢とかもね、すごい優秀ですけど、ホバリングね、もう優秀だったので、ホバにしました。というわけで、プリンセス持ってないよって方は、吹き矢ゴブリンが買いになるかなと思います。で、スパーキー持ってなかったら、スパーキーもなんかね、悪くはないんですけど、めっちゃいいかって言われると、なんか難しいところなんですよね。スパーキーの替えだったら、なんだろうな、ダックプリとかでもいい気がするんですけど、このデッキは、自分から攻めるっていうことは基本的にしない立ち回りですね。本当に両サイケツからプリン出して、ボンバー出して、みたいな。で、相手が、攻めてきたというか、ユニット出してきたら、それに対して、巨助、蓋してあげたり、合わせてあげたり、みたいなことをしてあげる、ような感じで戦うのが、今回僕のね、作ったデッキのコンセプトといいますか、戦い方ですね。なんで、一生イモります。一生イモっとくと、気づけば僕の攻撃が入ってますというか、残るユニットが多いんですよね。単体ユニット。言ったらぼっち族ですね。はい。複数ユニットは、今回のチャレンジマジで活躍しないんですけど、このぼっちを極めた単体ユニットどもを、活躍させる回ですね、今回。はい。という感じで、ボンバーがですね、奇跡的にというか超活躍しますね。よいしょ。で、プリンも出しつつ、で、逆サイにボンバーでも出しましょうか。はい。で、こんなことを繰り返してると、いつか余裕ができるんですよ。後ろにスパーキーもムートもいて、みたいな。そういうことがあったら、その前に、巨助をつけたりだとか、ここは一回受けて出して、なんとなく延命でね、ムートを出しちゃってるんですけど、後ろから出しつつ、ユニット溜まったら端前巨助とかもすごいいいと思いますね。そんなことしなくても、こんな感じで、結構ね、勝手に苦しくなるんですよね、このデッキは。で、ウッドで、マジウチをね、ちょっと処理していきましょうよ、という感じですね。イモデッキですね。イモってイモります。で、メガナイトの受けが意外とこのデッキ実は厳しいんでね。よいしょ。そう受けてあげて、ここはね、後ろにつく形で、ホバリングぐらい出してあげればいいかな、と思います。で、後ろに、あとはまたプリントボンバー咲いて、これ繰り返すだけですね。負けるとしたら、メガナイトの受けがなくなったとか、そういうことはね、結構考えられるかなと思います。あと、削り切れるかどうかは、これで結構疑惑なところがあるんで、このチェンミしよう。そう、最後の最後に、削り切れないっていうことはよくありますね。で、これおしゃれなんですけど、今回これ真ん中のヒースピに飛ばすと、逆サイドのファイスピ系が飛んできてくれたりするんですよ、たまに。今回無理やりね、引っ張ってきたんですけど、今。よいしょ。そんな感じで、ヒースピがね、結構いい感じにね、活躍しますね。そう、回復でも活躍するんですけど、メガナイトを真ん中に飛ばす。それだけで、逆サイのヒースピが5体ぐらい飛んできてくれることがあります。はい、というわけで、マジで、本当に後ろからこう出してるだけなんで、すげえ地味なんですけど、許してください。で、こういう、スパーキーとか、ムートとかの前に、あれですね、余裕があれば、結構後半ですね。なれば、こんな感じでね、攻めの形を作れると。そしたら、ぶっ破して、本気でね、相手のタワーを降りに行くっていうのも、すごいありですね。よいしょ。さあ、イケイケチャンスですね。けど、相手の防衛軍、生まない?ちょっと待って。やばい。
あ、でも、あ、待って。てか、エリクサーが思ったより漏れちゃいますね。これ気をつけたい。なんか、こう、プリンとか吹き矢が今回のチャレンジ強いなって思ったんですよ、僕。なんですけど、プリンとか吹き矢ゴブリンが合うデッキって、あれなんですよね。枯渇？そう、ゴブリンバレルとかスケルトンバレルが入ってる、デッキなんですけど、後ろからファイスピがめっちゃ来て、全くゴブリンバレルが刺さんなくて、あ、枯渇ダメだってなりましたね。まあ、なんで、まあ、吹き矢とかは入ってるものの、ちょっとね、デッキが違う方を今回してみましたというところで、これヒースピーとかやってあげたらめっちゃ活躍しそうですね。よいしょ。ヒースピーが下手。ヒースピーが下手ですけど、まあ、あと300なので、ちゃっちゃご利用したいと思いますね。よいしょ。ホバがね、いい形、てかいい働きしますね。なんか、ヤナメが多くて、よいしょ。ナイス。グッドゲームと。ヤナメとか、ウッドはなんか入れがちなんですけど、まあ、ファイスピに対してですね。とか、まあ、プリンとか、ホバリン、フキアとかがいるので。さあ、ウルトラ。ユーノ来い。ユーノ。いやー、釣り。いらんっすね。まあ、ユーノもそんななんですけど。まあ、何言ってたっけ。そう、ウッドとかヤナメをまあ、入れがちなので、ホバリンがね、結構こう、いい活躍すると思ってます。やべ、まして今日喋れねえな。まあ、ボンバーもいいんですけどね。4体ぐらいファイスピーっても、あ、これ出た、理不尽に一発入るやつ。これ気をつけた方がいいですね。右サイドによくあるんですかね。なんか、いつもファイスピーが負けてタワーダメージ受けるので、まあ、なんかね、右サイド気持ち優先でね、まずユニット出していきまーす。はい、まあ、最初の1分は、もう芋って、引きこもりね、極めたいと思います。あれ、相手寝てない？これ。でも相手ユニット出てないので、これ多分組んだらもう終わるんですよね。まあいいんですけど、動画的にね、そんなっていう。で、今回マジで対空すごい少ないんですけど、ファイスピでなんかベビとかもなんか何でも殺せるので、まあホバもあるんでね、正直いらないかなというところで、さっきの試合すごい時間かかった分、今回、まあ時短という感じでね、はい、ありがとうございますと。まあ、てなわけでね、結構、まあ、大変なチャレンジというか、意外とやってて苦手なチャレンジですね、久々に。まあ、言うて、まあ、勝てればいいですかね。はい。ホバボンバーおすすめですね。ホバボンバー。基本的に、僕的に。まあ、プリンもいいんですけど、攻めにつながらないって感じですかね。よいしょ。はい。あれはね、もうホバリングで壊せるし、スパーキー回せれるし、もう、小焼きはね、ありがたいですね。まあ、ホバボンバーで、ベビーを処理しつつの、小屋も壊すっていう、天才的なホバリングをしたいと思います。よいしょ。おい。さあ、ホバリング？いやー、待って。これ暴走するな、あいつ。やばいっすね、これ。オッケー。いいねー。いいねー。いいねー。やば。そうなんですよね、皆さん。ホバリング、マジで。強いんですよね。このチャレンジに限らずね。最近だと、ザッピー強化されましたし、まあ、ファイブ枯渇デッキとしてね、活躍してくれるでしょうと。まあ、いうわけで、じゃあ、後ろから適当に出していきます。右サイドに出したら、まあ、今度は左サイドに出して、まあ、今度はそしたら右サイドに出してって感じなんですけど、なんかおっちゃんが来たので、ムートで受けて、ヒースピで回復させて、耐えまーす。で、あ、これ、あれなんですよ。そう、ゴブリンバレル、誰もが戦術で考えるんですけど、ファイスピで終わっちゃうんですよ。全部無視でいけますね。よいしょ。さあ、もうあと後ろから、プリン右サイドにいるので、じゃあ今度は逆にね、はい、出してあげて、ボンバーも後ろから出してあげて、で、ここはバルキリー来たので、まあ、ムートを合わせてあげて、そしたら、左サイドに何もユニットがいないので、スパイを出してあげると。まあ、言うなら、作業ゲーですね。ぶっちゃけ作業ゲーで、ユニットが溜まったら、まあ、キャスケ合わせてあげるかな、ぐらいですよね。で、ちょっとベビーにスパーキーやれるのだけはちょっと嫌なので、僕としてね。はい。こんな感じで、ちょっと延命してあげて、ちょっといやらしくね。ベビーはほぼでしょいと。さあ、後ろからとユニット出して、あとはもう運ゲーというか、運ゲーって言ったらダメですけど、もう時間がなんかね、勝手に解決してくれます。っていうか、なんかいつか入ってますって感じです。やっていきます。これ、スパーキーとムートあるんで、まあ、どっちかに気をつけつけて、まあ真ん中ら辺にホバリングとか出してもね、すごいいい感じなんじゃないかなと。
思います。これ4体いるとあれなんですよね、スパーキー1体にファイスピ当たんないんですよね。今当たったかな、たまたま。さあ神のヒースピーウッドでゴリゴリに突破しに行きます。よいしょ。まあこんなことしなくても、まあ、別に勝てるんですけど、まあ最後はちょっちょお礼したいなと思ったらこんな感じでご利用してね、あのヒースピーつけてで勝てるかなと思います。マジでメガナイトがちょっと多くて、メガナイトの受けというか陸系がこのデッキ自体っていうか、こう、まあ、複数系小物のユニットがいないので、まあ、このチャレンジには向いてないカードたちがいないので、こう、まあ、受けがちょっとね少ないっていうのがありますね。スケとかも基本的に入らない。スケとかも出る瞬間パッて炎で消されちゃうんでね。はい、まあ使うならアイスピとか、まあ、ヒースピかなと思います。というわけで、まあ、前半コスト使いすぎてメガナイトの大ダメージ受けるとかなければ基本的には負けないと思いますね。さあファイスピの運ゲーに負けていく。いやこれ良くないっすよね。まあ右サイドに一旦ヒースピ、もっと相手も一緒。さあ仲良しくんですね。え、これ持ってマジで一緒じゃん。あ、止まないんですね。まあこれはウッドだけでいいね。ウッドだけで耐えて、まああとは後ろからね、はい、やっていきます。プリン裂いて、まあ、ボンバー咲いて、てかまあ、なんでもいいんですけど、おこれはまあ、ボンバーでいいかな。火力があるんでね。さあ、で、なんならこれに、あームータとかをつけたい気もしたんですけど、まあ、一旦防衛の香り。さあ、これ、ファイスピー、ワンチャンこっちサイドが入る。おぉ、危ねえ。溶かし合う。ネズ？いや、これ怖いっすよね。なんか入りそうで。はいはい。で、こっち、スパーキーサイドに京介が来たので、まあ、これとは逆サイドにね、じゃあ形を作っていこうかなと思います。で、ホバまでつけて、インドレ厄介ですけど、ヒースピで気合のご利用しを見せます。まあ、ご利用しできなかったらできなかったで、もう一回後ろからね、ユニット裂けばいいので、まあ、焦らず、後ろからこう裂くってことが結構大事になってきますね。本当に解説するほどのことでもないんですけど、で、これ、ロインのダメージちょっと痛いんで、ウッドでね、ノックバックするんですけど、痛いんですよね。で、あのテスラを壊したいので、プリンも出しつつ、あ、これいける。いけるぞ。で、ホバリングも欲しい。うん。ホバリング、いや、ボンバーの、あ、ヒースピ？いや、待って。ここに来たら俺負けるのか、もしかして。やばい。縦の戦士とかはね、意外と厄介。いや、そんなはずはないですね。あー、ボンバー暴れてますね。さあいいよボンバーで、ここはウッドしつつワンチャンザップが来たら結構ダメージ受けちゃうんですけど、まあそれはそれで一旦耐えて、いや飛ぶな、あーやばい、これそれだけダメ、オッケーオッケー、あるぞ、あ、だからなんなら俺も結構ダメージ稼いでるんですね、知らない間に。おい、いいよ、ホバリングで、次のロイを守りたいんですけどワンチャン守れないので右側をちょっと攻める構えをしつつ、そう、ホバリング追加をやりますね。で、ヤナムも使ったので、これヒースピーからのムート?いや、ホバジこれ。いやー、あるぞ。これだって、絶対うざい。てか、陸がない。陸がないはずなんですけど、あ、やばい。待って、初負けする。ちょっと待って。ロイが来る。いや、これ、いや、止まれんじゃねえワンちゃん。あ、いいやらめ。うっ、出たいと。出たいと。おい、ちょっと待って。あ、入っちゃった。今、ヒースピー何体いた ?6 体、何体いましたね。あー、皆さん、このデッキの弱点が分かりましたね。なんだインドラとかですかね。まあ、でもなんか勝てそうな雰囲気はあったんですよ。なんかもうちょっと逆に形を作った方が良かったみたいな感じですかね。まあ、今日取り直して、後ろからユニットね、添えていきたいなと思います。もう疲れちゃいましたね、僕も。よいしょ、後ろからプリン咲いて、ボンバーが、あ、ボンバープリンやってくんねえかな。まあ、これは、まあ、キャスケも蓋しようかな。あ、うちのプリンが、寝てますね。まあいいや。はい、というわけで、まあ、気を取り直してね、後ろからたくさんユニットを割いていければ、嬉しいですというところで、さあペッカタン来ました。スパーキーで迎え撃ちます。いやちょっとクリアしたいな。でこれはもうヒースピーなら回復していただき、
よいしょ。で、だが、しかしそこにファイスピが邪魔しに来る。え、待って。理不尽ファイスピ出てる。右側の塔。いった。俺なんか悪いことしたっけ？痛すぎん？今からこのボンバーで取り返したいと思います。で、相手はディガーで削ろうとしてる。なんと逆サイドの方が削れてるっていう事件ですよね。で、僕もこれ別にペッカも来るので、後ろからまたゆっくり行くのと、相手がウッドがあるんでね、このプリンセスあんま出す必要がなくなっちゃうかなというような印象が持ってます。さあ、竹を取りつつ、いいですよ。あのウィザードが気持ち厄介ですけど、プリン早めに処理。さあ、いいですね。いいですね。だんだんとペースをつかめてきましたね。全部僕のユニットがこう残るようになってきましたね。さあ、ダメージを稼いでいきますよと。いいね。いやー、勝てそうだな。あー、これがね、理想ですね。後ろからユニット割いて、僕のユニットだけ残っていって、が理想ですね。そう、あのね、プリンちゃんはホバリングとかでやっつけようかなという気持ちがあるんですけど、やっつけられそうな気持ちもするんで、ヒースペでね。僕、ウッド打てばいいんですよね。謎にプリンにウッド打たない主義なんで。入ってる。ナイス。あ、ナイス。いや、なんか怖いっすね。なんでこんなに捨てるんだろうっていう。やっぱこのチャレンジ苦手っすね。なんか安定するってこれむずくないですか、このチャレンジ。ちょっとたまに落とされる、ちょっとむずいやつですね、これ。スパーキーに絶対なんかいい硬いユニットとか来そうなので、あえてね、あえて逆サイ来つつで、あっちにペッカとかを使う。わ、いいボーラーだな。あ、待って、スパーキー入る。うわ、入んないんかい。あ、待って、このあるあるですね。あ、そっちサイド、いや、そっちかい。じじ。はい。という感じで、いやー、今回に限っては、まあ、このデッキは悪くはないと思うんですけど、まあ、ちょっとなんか難しいというか、まあ、苦手だったんでね。もしかしたら全然この、勝てないかもしれないんですけど、1枚どっか行っちゃった。ぜひ参考になればね、いいかなと思います。皆さんもウルトラレアクリア、ゲットしてみてください。というわけで、終わります。よければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方も、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。